ここはですね、もともとあの川だったところかな、渋谷川の支流だったところを、こうやって塞いで、まあ、遊歩道みたいな簡単なものにしてたんですけども、周りはお店なんか何にもなかったね。でそれがあのいつの間にか古着屋さんがポツンとできて、そしたらどん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 増えていくという中で都市がこう変わっていくんですね。でいわゆる裏原という文化がそこで生まれていくと。で2号とかですね、あのジョニオが、T シャツを売っていたことからいろんなこういうお店ができて町がこうやって変わっていくと。その町の変節みたいなものをずっと見てきたんですね。それを見ることによって僕が何を感じたかというと、それは例えばですね、あのレヴィストロースが、文化人類学で言ってるんですが、人間が、近代化する以前というのは言語化されない情報を五感で感じて、それで自分たちのこれからを考えてたんですね。僕らが考えるのは例えば都市のそういった言語化されない情報をですね、変化を感じることによって、アートを作っていく、あるいは小説を書いていく、あるいは音楽を作っていく、そういうことができるんじゃないかということですね。っていうかまあそれをナチュラルにやってきたって言った方がいいかもしれません。僕の場合は例えばファッションの店が今年はこの色を出しているとか、スカートの丈が長くなったり短くなったりとか、ふわふわしたりとかタイトになったりとか、そういうことを全てですね、だそれを作品にするわけではなくて、その中にある時代の変化の空気みたいなものを自分の中で自分のセンサーで捉えて、それをいかにアートに変換していくかというんですかね、それが必要だったと思うんですよ。まあ、ウォーホールは印象派の画家たちが自然を描くようにナチュラルにポップミメージを描いていたと。それと同じようにこう都市に生活する我々のアーティストはこの都市の変化を自然のように描いていく。その中で僕が最初のテーマにしたのは可愛いということだったんです。で、可愛いというのは近代化が進む中で特に80年代から90年代にかけて、情報化が進みですね、それで管理社会がどんどん進んでいくわけですね。その中で例えば女の子たちが自分たちを表現するものとして可愛いという結構過剰に可愛いものを選ぶようになったと。それがこの原宿に例えば見てください、このテディベアを、これこそまさに可愛いですよね。だからこういったものがですね、原宿に溢れていくわけです。彼女たちはその押さえつけられる狭苦しい管理社会に対しての自分の抵抗だったと思うんですよね。だからそれがメッセージだったと思うわけです。でそれは意識的ではなかったかもしれないけれども、一つの自分を守るアーマーっていうんですか、鎧のようになっていたんじゃない、あのフリルがねっていうふうに僕は考えるわけです。それで人形の作品を作って、90年に作って92年の、白石コンテンポラリーアートプロジェクトルームの、展覧会で発表するわけです。